大阪府に福島駅と名の付く駅は以下の通り3つ存在する。いずれも大阪市福島区にあり、それぞれ徒歩数分程度の距離に位置している。周辺はオフィスビルも多い商業地であり、3駅から見て南内市南東の方角にあった旧大阪大学医学部附属病院の跡地には、蛍町と大阪中の島合同庁舎ができている。福島区3駅の中で最も古いのは、 現 JR 西日本の福島駅で1898年旧西成り鉄道開業時に設置され1906年交付の鉄道国有法により国有化されて旧国鉄の駅になり1987年国鉄民営化に伴い JR 西日本の駅となった1964年に公開駅化されている東海道本線支線が 駅北側高架下の地上を走るが、構造上、当駅で停車することはない。ついで、1905年の阪神本線の開業と、同時に誕生したのが、阪神福島駅で、1993年に、梅田駅との大駅の間が、地下新線に切り替えられた時に、地下駅となった。JR 福島駅前から、何は筋を南へ、徒歩数分、何は筋。 日吉西京交差点から国道2号に沿って東北東に伸びる形で位置する。地上駅時代の阪神福島駅は JR 福島駅のすぐ南側にあった。最も新しいのが1997年 JR 東西旋回通と同時に開業した JR 新福島駅で地下駅。JR 福島駅前から何は筋を南へ徒歩数分、何は筋。 日吉西京交差点から国道2号に沿って、阪神福島駅と反対方向の西南西に伸びる、形で位置する。ありがとうございます。